今日はですね、ワープロの紹介です。シャープ、WD-X800 ですね。こちらの商品は、セーブしたものです。で、まあ、ワープロすごく高くなってしまいまして、当店の方でももうあまり販売はしてませんけど、まあ、今回お客様からちょっと調子で連絡いただいたので、整備したものをご用意いたしました。修理可能なんですけど、まあ、その場合、まあ、プリンター部分が、うまく動かないとか、印字ができないということは修理可能です。で、修理ができないのは画面ですね。画面がもう、横線が入ったり色が変色したものに関しては修理は不可能です。それ以外のことでしたら修理はできます。これタッチペン付きなんですけど、まあ、これでいろいろ解除したりとか文章作成とかもいろいろできます。キーボードの異常ありますよね。実際にメニュー画面に戻って移動できます。でクリーニング、出荷前にもう一度クリーニングしますので、全体的に汚れを落としてですね、ツヤ出しもします。まあ、ベタつきはありませんので、現状このままで、通常のクリーニングなんですけど、どうしてもコアプロも古いんでプラスチックが劣化するといけないので、なるべく、そういうことはないように、これを使います。ラバープロテクターとですね、劣化防止剤です。これを、表面に塗って、保護するように、最終的にクリーニングして出荷します。修理のお問い合わせがあればまたメールなりご連絡ください。対応させていただきます。以上です。